それでは週の楷書に行きますね。まずまっすぐに持ってきてから開く感じですね。縦より横を短くて横に持っていったらまっすぐ、左よりも長く持ってきて抜いていきます。沿って中心から伏せて上よりも長くで四角に近い口ですね。縦横同じ長さぐらいね。たらこの線はこれよりもちょっと下ですね。下から押し戻してお尻を上よりも出して、でここよりも出ないようにして上がって下がってがちょうどここぐらいで、で上に抜いていきます。周の行書に行きますね。少し丸みを持って内側にこう入れていきます。横肩下げてこちらも丸みを持って左よりも長く、そしたら土をかきますね。下を長く、そしたら丸みを持って横で受けて閉じます。針葉を行書だからここでつないだまんまで筆を開いて問いから細いで細くします。そしたら上がって下がってで、穂先を上に持っていって丸くしときます。